冬に旬を迎える天然ブリの水揚げが本格化し、仙台市の魚市場で競りが行われました。今朝、仙台市中央卸売市場には北海道産の天然ブリおよそ4トンが入荷しました。競りには丸々と太った9キロほどのブリが並び、1キロあたり700円から900円と例年並みの価格で取引されました。市場関係者向けに試食会も行われ、カルパッチョとして振る舞われました。水温が下がってきまして、徐々に油の乗りが良くなってきております。ブリはですね、和洋中何の料理でも合いますので、ぜひお好みの食べ方を、考えていただけたら嬉しいなと思います。ブリは暖流系の魚ですが、近年は北海道産が増え、順調な入荷が見込まれているということです。